はい、こんにちは。新章6英語ということでですね、スタートしていきましたが、まあ一応5年生のね、最後のところの、まあ内容をね、今日は見ていこうということでございまして、ワークとしては102ページというところでございました。テーマとしては、動作などを表す言葉を覚えようということですね。動作を表す言葉、ね、こういったものを覚えていこうということです。そこで今日は、はい、こんな文が出ておりました。I can bake bread。はい、ね、読みとしてはですね、はい、まず I ですね。はい、こいつ can と読みます。はい、bake。はい、そして bread。ね、bread。はい、I can bake bread。ね、I can bake bread。今日の話題は実はね、この can という言葉なんですね。はい、この can という言葉。はい、何々できる。ね、することができるという意味ですね。はい、ですから、例えば私は何々することができますとかっていうことであれば、I can なんとか。I can なんとかっていうことで、ここのところにですね、その何やら、動作を表すような言葉ですね。まあ、動詞というんだけれどもね、動作を表すような言葉を入れていくということです。ですから、例えば、I can bake bread なんていう風な表現をしますとですね、はい、この bake というのは焼くという意味があります。はい、ですから、焼くことができるんですね。焼くことができる。はい、何を、はい、bread。bread っていうのはパンということでした。はい、ですので、I can bake bread でなんていう風に書いてあげることで、私はパンを焼くことができます。ね、いうことでね、自分がすることができるっていうことですね。はい、この can の後には動作を表す言葉を続けてくださいっていうことでした。はい、I can bake bread。私はパンを焼くことができます。じゃあ、今度は逆に、あなたはね、相手に対して、あなたは何々することができますかなんていうふうにね、尋ねたいって、どうしましょうって言ったらですね、この can をね、最初っていうかね、持ってきたけどね、前に出してあげるんだね。はい、ですから、can、例えばです。can you swim? ね、can も同じ can ですね。はい、you。はい、そして swim。ね、なんていう、発音になりますね。はい、can you swim? なんていう風に聞いてあげると、まあ、同じくできるの、まあ、疑問文ということなので、できる、することができますかっていうことになるわけです。you はあなたというのはね、よく知ってるところかな、あなたは。ね。はい、swim。swim も泳ぐですよね。泳ぐですよね。はい、で、それを疑問文ということですることができますかと聞く形でこの can が前に出てるわけです。Can you swim? はい、あなたは泳ぐことができますか？なんていうふうなことでここで聞くことができるわけですね。やはりここに動作を表す今回は swim ということで泳ぐということでした。はい、この can を使って聞いた疑問文。はい、例えばできますよっていうことであれば Yes, I can ね、can を使って答えましょう。いいえ、できないんですよ、なんていうときは、No, I can. はい、これ、can の後にですね、短縮形といって短い形になってるんですが、まあ、もともとは can の後にこの not っていうのをつけてあげる。この can がだけだったらすることができる、なんですが、can not になると、できないということになるんだね。はい、ですから、まあ、そいつの can not なんだけど、ここでは表現としてちょっと短く短縮形を使ってあげてね、No, I can't なんていうふうに書いてあるということでございました。あなたは泳ぐことができますか？あ、はい、できますよ。Yes, I can. あ、いやいや、できないんですよ。No, I can't. ね、なんていう具合でございました。で、そこで、もう少し、ね、動作を表すような言葉を紹介していこうかなということですね。それっていうとですね、例えば、run. ね。はい、run って何？走る。skate. まあ、そのままっちゃそのままなんだけどね。はい、これでね、スケートをするなんていう意味があるんだね。はい、sing. ね、歌うですよね。はい、歌う。dance. ね。まあ、ダンスってそのままなんかね、使えそうな気もしますけれどもね。はい、ここでは、はい、踊るとね、いうことですね。踊るということになっておりました。で、また、プレイ。ね、プレイってほら何かをするとかっていう意味があったんだけど、例えば、プレイサッカーのようにしてあげればね、はい、サッカーを、するとなるね。だから、サッカーをベースボール、野球に変えてあげたりするね。バレーボールに変えてあげたりすることもできますね。はい、そして、help。
ヘルプっていうのはね、助けるとか手伝うという意味があるんですね。助けるとか手伝う。はい、だから例えばその後に、Help my mother、 mother、 母ちゃんですね、なんていうのを続けてあげれば、お母さん、母を、手伝うとかね、助けるという意味になるし、 Help my father、 ね、父、父ちゃんということであれば、父を手伝うなんていうふうなことも言えるわけですね。はい、ですので例えばね、この動作を表す言葉ちょっと入れ替えてみたりすると、 I can run、 私は走ることができますね。 I can skate、 ね、私はスケートをすることができますね、なんていうような形だね。また、じゃあ play サッカーとかを使って疑問文作ってみましょうか。はい、 Can you play soccer、 ね、あなたはサッカーをすることができますかとかね、いうようなことでね、ほう、できるよ、 Yes I can、 いや、できないんですよ、 No I can、 ね、なんていうふうなことで入れ替えていくことで、いろいろまたね、表現ができるのかなということでございました。ということで本日ね、動作などを表す言葉を覚えてもらったりしながら、私は何々することができますとか、また逆にあなたは何々することができますかなんていうのを聞くね、言い方、そんなものをね、ここでは勉強していきましたということでございました。はい、では本日こんなところでございます。